桜を見る会の政治資金規正法違反で安倍前総理大臣を起訴しないと東京地検が決めましたよね。はい、でそれに対していやいやそれはおかしいんじゃないか、うん、えそれで正しかったかどうか検察審査会にかけようじゃないかという声が出てきたり、うん、あるいは賭けマージャンで辞めることになった東京高検の前の、えー、検事長。えー、あれも 東京地検は起訴しなかったんですけど、黒川さんですね。黒川さんですね。それを起訴すべきだって検察審査会があの判断をしたと。このところ検察審査会って言葉がよく出てくるんですね。そうですね。よく聞くようになりましたね。はい。でもね、普段はあんまり聞かないでしょ。どういうものなのか、一体どこにあるのかっていう感じですけど。はい。じゃあそこから参りましょう。はい。池上彰と増田ゆりえの YouTube 学園。まず。 こう誰をこう起訴するか裁判にかけるかってことはすべて検察が決めることができるんですね。はい、検察だけができる、うん、ということを逆に検察が起訴しない場合、なんで起訴しないの、うん、っていう疑惑が持たれないようにしなければいけないわけですよね。うんはい、ひょっとすると検察がなんかその容疑者に遠慮してしまって。うん 起訴しないんんんじゃなないいかとかかととそこあるんですかいやだからそもしそうなったら大変だ <laughs>、はいうん、あるいは特に政治家だったりすると忖度をして起訴しないんじゃないかっていうことにはあるかもしれない、うんうん、そこで国民の代表が検察のやり方が正しかったかどうかチェックしようというのが検察審査会なんですよ国民の代表がじゃあ検察審査会のメンバーになるということですかその通りですこれ、うん あの有権者名簿で抽選で、それぞれの市区町村で有権者名簿の中から。この検察審査会の委員の候補、候補者リストを作ってるんですよ。それを検察審査会に送る。で。その中から抽選で、ある時突然、あなたは検察審査会の委員に選ばれました。っていう通知が来るんですよ。じゃ、私も来る可能性があるということ。ですかもちろんそうです。まだ一回も来たことないですけど、はい。あの日本国籍を持って、要するに。 有権者であり20歳以上であれば、はいうん、来る可能性があるんでですすよちょっといいですか、はい、その20歳以上は今は18歳から有権者になりましたけれども、はい、この検察審査会は20歳以上。やっぱりこの特にこの裁判用語を調べたりあるいは起訴すべきかどうかって判断するにはというので現在は20歳ですけど,、うん、どこれまた18歳になるかもしれませんけどね。 これまでに全国で61万人が検察審査会の審査員を経験してるんですよ。え、私の周りいないなんていうのはそんなあれじゃないんですね。検察審査員に選ばれた時にそれを他人に話の、ええ、あの話さないでくださいって言われてるんですよ。それがやっぱり決まり事なんですね。決まり事ですね。うん、要するに要するにこの起訴されなかった人について検察審査会が起訴すべきだなんて言ったら困る。 という例えば暴力団関係者がんかな圧力をかけてくる可能性があるので、うんうん、誰が審査員なのかは秘密にする、はい、結果的にみんなあんまり知らないとなるほどういうことなんですよね。こ、はい、これはどこにあるものなんですか、うん これね全国の裁判所ごとにあります。うん、それぞれの県庁所在地に何とか地方裁判所ってありますでしょ、はい、そこにそれぞれ検察審査会があるんですね。うん、ただし東京のように人口が多いところはそれぞれ例えば立川支部などそれぞれところにこううあの審査会があるということなんですね。で、これ11人、これ多数決で決めるので、えー、この奇数にしてるんですね。はい、11人ででやります例、うん、例ええばば今回のように例えば安倍前総理大臣の 起訴しなかったということに対して、うん、それはおかしい、えー、審査すべきだという人申し立てがあるとですね、この検察審査会が審査を始めるんです、はいはい、そして、えー、その時に東京地検が捜査してきたすべての捜査資料を見ることができるんです。ね。うん、そうするとおやこれは十分じゃなかったんじゃないか、うん、ひょっとしたら忖度があるんじゃないか、うん、ということになると起訴相当これ11人中8人以上がこう賛成をすると。 起訴すすべきじゃないいんですかということを出すすんですね、うん、これがだから8人にならない場合は例えば不起訴相当、まあ、不起訴でも当然だったよね、うん、とかあるいは不起訴不当っていうのもあるんですよ。不起訴不当不起訴はおかしいんじゃないのっていうんだけどでも起訴すべきだというほど強くないのであじゃあ起訴と不起訴の間ぐらいは <laughs>、うん、不起訴相当、はい、だから不起訴相当は、はい、あの検察の判断でいいですよその通りですよ、うん、不起訴不当っていうのがあると。うん 不起訴の判断おかしいんじゃないのと検察に反省を求めるということですね。だけどまあこれはそこで終わりになるんですよ。えじゃあすみません不起訴相当それから不起訴不当それから起訴相当という三段階になるということ。なんかややこしい回しですけどね。起訴相当というのは起訴すべきだ。11人中8人以上が賛成をすると起訴相当になると東京地検は再捜査せざるを得ないんですよ。 で再捜査してああやっぱり確かに起訴すべきでしたって起訴すすれればそででで終わりですよね、うん、でも再捜査した結果やっぱり不起訴でしたっていうことになると、うん、検察審査会がもう一度審査するんですよ。もう一度、うん、つまり検察が不起訴って言ったけど、うん、本当にそれでいいのかって言ってもう一度この資料を全部集めたり、うん、あるいはその不起訴を決めた検察官を呼び出してきて何、うん、で決めたんだってことを問いただしたりするんですよ。 えすいません、えっと、ここで審査をします、起訴、うん、相当になります、はい、再捜査します、はい、それでも不起訴だっていうのは、うん、これは検察が再捜査をして、はい、検察がもう一度不起訴だと言ったという意味ですね。そ あじゃあそれに対してじゃあなぜ二度も不起訴という結論を出したのかと起訴相当に考えた人たちが審査を要求するということです。なるほど。その結果もう一度また八人以上が起訴議決というとするともう起訴するよとこっちが決めちゃうんですよ。えっと検察審査会の方が決めることができるところ。ここでできるんですね。なるほど。要するに検察がもう起訴しなくても検察審査会として 言ってみれば庶民の代表ですよね、うん、これはやっぱり国民感情からこれは許せない、うん、やっぱり起訴すべきだということを8人以上が決めるとですね、うん、強制的に起訴されるんですよなるほど、うん、じゃあ警察審査会のメンバーっていうのは、うん、その権限を持ってるってことなんですねそう大変な強い力を持ってるうん、うん、でも別にその法律のことなんか何も知らなくてもいいんですよ、はい、本当に庶民の立場で、うん おかしいことはおかしいと言おうという、うんうん、そういう制度になってるんですね。うん、で、この場合起訴ってことになりますと、でも検察官は不起訴だって決めてるでしょ。はい、と起訴するって裁判が始まりますと、うん、検察が裁判所に出てくるでしょ。うん、でも検察官ってやる気やる気がないでしょ。ょと、はい、この時にはね,にはねで、自分たちは不起訴だって言ったのに、うん、起訴まで持ってかれて、なんで仕事しなきゃいけないんだって感じになりますよね。そこで裁判所が弁護士の中から検察官役を任命するんですよ。よ 弁護士の人が検察官ででできるんですかをするんんすすすかこの場合強制的この段階の強制的に起訴した場合には、はい、この時に限って限っては弁護士の方が、はい、あの検察官の役割をすると、うんうん、そうです<ー>そしてこう裁判が始まる、はい、でその結果例えばやっぱり起訴された結果有罪になる場合もあるし、うん、裁判所でいややっぱり証拠不十分だから無罪だってなる場合もあるっていうことですね。 あの大きく例えばここで競うっていう風うに最終的になってで、うん、本当に起訴されて、例えば有罪になった。なんてことはあるんですか？過去にはそういうこともありますね、うん。ただやっぱりね。検察官がプロの立場で、これ有罪に持ち込めないよね。って判断して。 起訴しないって場合が多いですから、うん、あの裁判になったんだけど結局、無罪判決が出るっていうことの方がちょっと多いでも、この役割、まあ、検察審査会っていうのはやはりその検察がこう調べてきた以外の面で、うん、やはり国民の目から見ておかしいんじゃないかということをもう1回チェックできるシステムだということですね。 あの検察にしてみればもしいいかげな捜査をして不起訴にしようなんて言ったらおかしいって言われたら、うん、検察官が恥をかくわけでしょ、うん、だから例えば今回の場合で言えば、うん、安倍前総理大臣から任意で事情を聞いてますよね、うん、つまり安倍さんから事情を聞かないで不起訴を決めたのかってこう追及されるといけないなという、うんうん、そういうやっぱり検察にも、えー、緊張感があるから安倍前総理からも事情を聞いたってことですよね。うん だから検察審査会でこんなのだめだよって言われないように検察も一生懸命捜査している検察審査会には検察官にこうプレッシャーをかけるそういうい役割もあるってことこですね公正にこういったことを進めるための重要な役割を持っていつあなたが突然、検察審査会の委員になりなさいと言われるかもしれない。<laughs> はい